こんにちは、くまみきです。今日は YouTube スペースに新しいセットができたということで、なんか勝手に入って撮り始めてます。あ、こんにちは。すごい、じゃじゃん、ラーメンセットすごい、お店みたい。すごい古めかしいラーメン屋さんです。細かいメニューまで、ライスおかわり無料。すごい、ポスターとか結構古めかしさが本格的な感じです。え、すごい、少年ジャンボとか、なんか本当に本とか新聞とかあります。僕の方はちゃんと細かい瓶とかのポスターもすごい古めかしいし、この辺もなんかすごいリアル、サインとかあるんですよ。いいね、サインYouTuber のサインを集めて飾りたい。で、わ、あ、開かない怖そうになった開かないです。開かないやつと、この辺は鍋。あ、もしかしてこれで蒸気が出る。あ、スチームだ。すごい、仕掛けが細かいです。そう、火使えないからこういうのでやるんだね。この汚れとかもやったんですかね。すごい、美術の力、イケイケなライティング、すごい。ちょっとお化け屋敷っぽい。おー、赤い、すごいっすな。楽しいラーメンセット。そしてこちらが和室セットです。時代劇が1年前にあったので、ちょっと懐かしい感じもしつつ、その時とはまた違った今時な和室ですね。こう暗いとちょっとホラーみたいになるこの辺はなんか掛け軸とか、あ、いいね、旅館みたい。和室はいろいろなものを組み替えて3種類のセットみたいな感じで使えるそうです。多分このね、丸い窓の先とかが変わるんだと思います。でもね、なんかやっぱ今時だね、テレビとかある、いいね、旅行みたいな感じの部屋です。青いとホラーだね。では、はい、なんとですね、私さっきサインとかいろんな YouTuber さんの飾ったらいいなと言ってたんですけど私のサインもなんかこのセットに飾ってもらえることになりました。ありがとうございます。とりあえずこの上のサインスペースに置きます。はい、こちらに飾らせていただきました。スペースに来る機会があったらぜひ探してみてください。はい、というわけで今日はね、ラーメンセットと畳のセットを見学してきました。ちょっとスケジュール的にね、セットの期間が短くって、ちょっと撮りたいものはめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、撮れるかな、どうかなって感じです。いや、なんとか1日でも撮影できればなと思ってます。というわけで、その時はぜひ動画見てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。